リー式アタッチメント、ブッシュマン、の巻。飛び石防止用のビニールを取り付けたぜ。ある程度安心ね。飛び石には注意しましょう。昨年、仕事中に飛び石でフロントやられたからな。着物巣みたいだったね。交換費用で12万くらい、かかったわ。5メートル先から石が飛んでくるからね。怖いね。刃の向きに注意して仕事をするぜ。キルト仕様、敷地はやばいんじゃね。どうして？従来だとアーム先端に取り付けたアタッチメントは固定されてるんで、糊面に対して伐採物を斜めに刈っていくわけだが、いつでもどんな時も糊面に対して直角、親指の微操作、キルトと回転、裏側のスライド操作で刈っていけるぜ。動きが変態的ね。まさに魔改造。でも一日中レバーとスライド操作は疲れない？ホールで鍛えた黄金の右腕は13時間は持つぜ。とりあえずブッシュマンの動きを見ていきましょう。
が開いているわね。勝手に開くんだぜ。松本製作所呼んで不具合だから直してくれと言ったら、それなら仕方ないな。本体開けて切り替えれば簡単に収まるけど、キュートだから掴みがついてるからブッシュマンの掴みは必要ないのよね。シリンダーごと外してもいいかな。検討しましょう。ブッシュマンといえば三河さんじゃなくてこれだな。これは太陽の牙ダグラムに出てくるソルテック H100 のブッシュマン。これしか思いつかない。この時期に肩掛け式で仕事したら死にそうになるわね。入所式も技使えないんだな。この加点はゲラ勾配になっていて間違いなくひっくり返るか、ひっくり返した8年前、肩掛け式でも勾配がきつくて縦も苦労する。